いや、僕のベストはね、うん、いや、もう、あれでしょうね、まだ出てないでしょうね。やっぱり自分に期待したいですよね。いや、そう言っちゃったらさ、もっと期待したいですよねって。いや、もう、ベストでしょ、今。レギュラー何本っすか冠。いや、そんなことじゃないですよ、やっぱり。そういうことじゃない。鮮烈な一本はやっぱりね。いや、そうなると今度、あれじゃない、ヒッチハイクとかになっちゃうんじゃないの。あれは鮮烈あったじゃないの。まあ、そうですね。だから、やっぱ僕もだから、そう、高倉健さんと一緒でしょうね。だから、もうどんどん、いっぱいベストあるねって。宮沢りえさん、宮沢りえさんとかと一緒の、でしょうね。ベストがいっぱいありすぎちゃうねっていう。どれ選んでいいのっていうね。白い雲のように歌ってた時もベストだしね。そうですね。ヒッチハイクもそれベストでしょうし、うんうん、当然今もベストの状態ですね。もうそうでしょう、うん、まあこれからもね、ある可能性もありますからね、うん、いや何にも否定できないよ。でしょうね。あ、でしょうね、じゃねえ。田中マークは今年このシーズンベストですよ。だから、いや、まあだって無敗だからね。24連勝、昨日負けちゃいましたけどね、まあ、ついにね。でもあれ俺良かったと思うんですよ。一回負けといて、読売ジャイアンツに負けといて、さあアメリカ行きますよって言った時もジャイアンツの選手は嬉しいでしょ。勝ったから、あ、勝ったなっつって、土つけたってことで、あのすごい選手に土つけたなってご機嫌になるから、巨人の選手が。いや別にそれで良かったってことで、何ですか、巨人嫌いなんですか。そんな巨人、巨人ファン以外ってみんなアンチ巨人でしょ。あ、まあそうかね、うん、あ、まあやっぱ僕らみたいな広島の田舎者とかだったら特にそうですけど、あ、巨人ファンはもう巨人ファンしかいないですから。広島も好きだけど巨人も好きだねっていう人いませんからね、うん、広島好きな人は巨人嫌いですから、うん、中日好きな人も、うん、そうでしょ。そうですね。そうだろうよ。いや、まあタメ口に関してはまあ置いとくけど、それは問題のすり替えになるから、うん、でももうアンチ巨人って古くないのかな。いやいや、もうだから巨人中心に野球回ってないでしょ今。どう、でもやっぱり戦力が回ってんのかな。まだまだ。あ、そう、まだまだ。なんか動員数とかすぐズルするじゃん。え、あんたらすぐズルするじゃん。あんたら、俺は巨人じゃないけど。安倍にいっぱいお金払ったり。いや、それ活躍したからお金払ったり。違うよ。ん、入団時に10億円払ったりしてたじゃん。あ、なんかありましたね。ズルするじゃん。いやいや、知らない。お金に物言わせて。知らない。それは広島やらないけどね。やんないです。なんとか負けてもらえませんか、みたいな。広島の場合はね。まあ、ということでね、はい、まあ、いろいろ、まあ、ベスト。いや、これいいですね。面白いですね。うん。